軍による一連の事件に天界が関わっていたことを知った私は、大天使様から本心を聞き出すため天界に戻る決意を固めました。魔界、天界、人間界、全世界を巻き込んだ戦いの果てに、あのような結末が待ち受けていようとは思ってもみませんでした。本当に行くつもりか？ええ、大天使様にお会いして天界で何が起こっているのか確かめなければ。よいのか？大天使と戦うことになるかもしれないのだぞ。大天使様と戦う？だって大天使って地球防衛軍の裏に天使がいたからには無関係ってことはないと思うな。そうね、むしろその大天使が事件を起こした張本人って考え。大体お前が魔界へ来たのも大天使に親父を暗殺するように命令されたからだろ。なんだって？天使が暗殺命令とはけしからん。そいつは間違いなく悪だ。そんなことはありません。そう言い切れるのか？私は大天使様を知…そうか、わかった。では行くとするか。え？大天使とやらの面を拝んでやる良い機会だ。俺様も一緒に行くぞ。アハールさん、殿下ってば、ほんと素直じゃないんだから。フロンタンが心配だから僕ちんも一緒に行くのって正直に言えばいいのに。バカを言うな。誰がそんな。まあまあいいじゃないの、気持ちはみんな一緒なんだから。ジェニファーの言う通りだ。それに困っている仲間を一人で行かせては地球勇者の。ピロピロピロ、みんな仲間。ふん、まったく物好きな連中だ。皆さんありがとう。最終話、戦いの果てに。